こんにちは。はじめまして、松浦花子です。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。松浦花子の制作を記載したビラ、現在お配りしております。どうぞお受け取りください。松浦花子です。どうぞよろしくお願いいたします。政治家女子48と板橋区担当松浦花子です。どうぞよろしくお願いいたします。大変大きい音でお騒がせし申し訳ございません。松浦花子です。どうぞよろしくお願いいたします。31歳新人です。デザイナー政治家を目指しております。どうぞよろしくお願いいたします。松浦花子のビラを現在お配りしております。どうぞお受け取りください。ありがとうございます。アディさん大丈夫ですか？浜田さんも OK ですよ。浜田さんも OK です。幹事長浜田聡参議院議員の選挙活動応援を行わせていただきます。ありがとうございます。皆様、早速でございますが、議員候補の松浦花子ご本人が本日来ております。本人より皆様にお話をさせていただきます。松浦花子さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。皆さんこんにちは、いつもツイッターを見てくださっている方、初めての方もお集まりくださりありがとうございます。政治家女子48と板橋区担当松浦花子です。申し訳ございません。私がちょっと演説が苦手なので、ちょっとカンペを見ながら演説させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず、私の簡単な自己紹介と、板橋区議を目指すきっかけ、そして自身の政策についてお話しさせていただきたいと思います。松浦花子は、1991年4月生まれの31歳です。現在会社員をしながら、板橋区議を目指しております。職業はアパレルメーカー勤めでデザイナー職を従事しております。そして、板橋区在住、鳥取県出身です。次に私自身が政治家を目指すきっかけについてお話しさせていただきます。私は、2022年の年末、YouTube 広告をきっかけに政治家女子48党の活動を知りました。アイドルになりたい女性に選挙に出てもらう、女性の政治進出を進める、政治参加を気軽なものにしたいというコンセプトを見て、政治家女子48党が本当に日本を変えるのではないかと思い、自分も選挙に挑戦したいと思い決心しました。党の公認候補者として2023年、板橋区議会議員選挙に挑戦します。松浦花子です。そして私の身に起きたことになるんですが、去年の8月に勤めていた会社が倒産しました。それをきっかけに
デザイナーとしての働き方を見直すことになりました。倒産した原因として、パンデミックの影響や消費の低下、物価上昇の影響が大きいとは思いますが、同じ条件の中でも好調な会社、企業ももちろんあるわけで、その状況に合わせた柔軟な働き方を私自身、提案できなかったこと、政治が、ありがとうございます、松浦です、ありがとうございます、政治が禁止状態の企業であったり会社を少しでも良くするための、アイデアや政策を打ち出せていない状況に対し、私自身、世の中の理不尽なことに不満を持つだけで行動しない自分にを変えたいという思いがあふれました。アパレル企業の問題として、大手ブランドの安易な模倣や商品と品質を落として価格競争に参加し、低価格化を行うような経営戦略に疑問を抱いていました。もっと市場を観察して、本当に求められる商品を模索すべきではと考えることもありましたが、叶えることができなかった過去があります。それは区議も一緒で、消極的な現状維持を中心とした意見の交換が不十分な地方議会の現状があり、有権者が本当に求めていることを政治に反映できていない状況です。区民や有権者のニーズを分析し、効果を見込める政策を実施する、そのスキームを簡素にし、誰にでも分かりやすく伝え、改善していきたいです。私自身自ら行動し、世の中の問題を解決していくという強い決意を持つこと、そして私と同じように独身の女性で仕事に注力したい、キャリアを伸ばしたい人が働きやすくなるような社会のきっかけ作りを行いたいです。私は新しいことが好きです。そして同じぐらい人を知ることも好きで、アパレルマーケティングに携わった経験に基づき、データに隠されたさまざまな価値観や思いを考察することも得意です。そんな思考を生かしながら、これまでの立場では難しかった本当に社会が、ありがとうございます、社会や人のためで、はい、一緒に当選しましょう。大林義樹さんのご健闘をお祈りしております。ありがとうございます。を模索していきます。そして次に自身の目指す政策についてお話しします。私は4つの柱で目指す政策を目指していきます。1つ目はアートでクリエイティブな街づくり構想。自身のデザイン経験を生かしたアートでクリエイティブな街づくり構想に取り組み、20代から30代前半の若い、世代の住民を増やします。商店街は活性化し、日常生活が便利、そんなことがもっと促進するきっかけを提示します。2つ目、一人親家庭をフォローできる政策。私は父子家庭で育ちました。一人親家庭で感じていた問題の解決につながるアイデアや政策を打ち出します。若い夫婦が子育てしやすい環境構築のお手伝いをしていきます。3つ目、20代から30代の前半の低収入で困っている女性のスキルアップを目指します。会社員非正規雇用で、コロナや、経済低迷による収入減で困っている女性のスキルアップを目指し、日本の経済を、所得を増やすための政策を打ち出します。4つ目、区民税の税率を 5% 引き下げます。区民生活の支援であったり、地域経済の活性化を図るとともに、将来の地域経済の発展に役立つよう、区民税の税率を 5% 引き下げを目指します。住みやすい街を作ったら人は住み続けるし、そういう街にみんなが住みたくなる、そんなシンプルな思いでクリエイティブな街づくりに取り組みます。皆様ありがとうございました。そして最後のお願いとして、板橋区議会議員候補、松浦花子にご投票をよろしくお願いいたします。
最後までご静聴くださりありがとうございました。松浦さん、ありがとうございました。本日は板橋区議会議員候補、松浦花子の応援に、政治家女子高級都道府県議長、浜野聡参議院議員がお越しくださいました。応援のメッセージをいただきたいと思います。浜野先生、よろしくお願いいたします。はい、皆様どうもこんにちは。はい、この度は板橋区議会議員選挙、松浦花子さん立候補、本当にお疲れ様でした。そして選挙戦もね、最終日まで本当にお疲れ様でございます。はい、選挙ね、出るにあたって松浦花子さんもちろんね、頑張っておられると思いますし、何よりね、松浦さんを支える皆様本当にありがとうございました。はい、選挙戦初日ポスター貼り、ね、雨だったと思います。本当にね、雨の中大変お疲れ様でした。はい、斉藤候補のご健闘をお祈り申し上げます。はい、共に頑張っていきましょう。はい、私はですね、政治家女子48と、参議院議員として活動させていただいております、浜田聡でございます。はい、今回ですね、我々は以前からの国政政党 NHK 党から、はい、国政政党政治家女子48党へと、政党名変更の方させていただきました。やることについてはですね、はい、従来までやっていたことについては NHK に関することは、はい、引き続き、やってまいりますが、新たに、ね、今回政治家そしてアイドル、女性の候補を、はい、増やすということで、我々活動の方、この政治家女子48党のプロジェクトを始めさせていただきました。はい、おかげさまで本当にね、数多くの女性の候補者の方、我々の活動に賛同していただいて、はい、板橋区でも松浦花子さんをはじめとして、はい、全国各地で、女性の候補者挑戦をさせていただいております。はい、本当にね、どの候補、どの政党もどの政治団体も女性候補を集めるの本当に大変なところです。はい、そんな中ね、こちらに我々の活動、女性の候補者として活動に来ていただいたこと本当にありがとうございます。やっぱりね、政治の世界、男性が非常に多い世界でございます。そんな中、もう本当にね、女性をしっかりと活躍させていきたい、政治の世界活躍させていきたい、その思いのもと、我々政治家女子48党という活動を立ち上げさせていただきました。今後、今回の統一地方選挙、非常にね、新人ばかりの戦いということで、非常に厳しい戦いではありますが、我々しっかりと活動の方させていただいているつもりでございます。はい、当選した際もですね、我々国政政党でもあります。はい、仲間にですね、はい、地方議員経験者たくさんおります。現職の地方議員もおります。そういった中ですね、しっかりと議員としての活動できるように、指導の方もさせていただくつもりでございます。ぜひですね、はい、どうもありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。板橋区議会議員選挙におきましては、松浦花子へのご投票よろしくお願い申し上げます。はい、私国政政党、国会議員ということで、国会での方活動させていただいております。おかげさまでですね、はい、数多くの方、まだまだね、私の知名度そこまででもありませんが、でも少しずつ私のことを知っていただいている方、増えているかと思います。おそらくは YouTube をはじめとする今インターネット上での動画の活動たくさんだと思います。その、数ある動画の中で、おそらく一番、いわゆるバズっている動画というのが、とにかく税金は余っていると岸田総理にお伝えをしたその動画だと思います。とにかく税金は余っている、それはどういうことかと言いますと、税金を使って行われる事業、非常にね、もう無駄遣いが多いと思います。それを証明するためのものが、政策評価というものでございます。地方自治体の政策評価、それぞれ税金を使って行われているものというのは事務事業評価ということで、
皆さんが確認をすることができます。私が岸田総理にお伝えをしたのは、この各地方自治体で行われている事務事業評価をしっかりと、していこうというものでございます。その税金を使って行われている、事業、その評価がしっかりなされていけば無駄遣いが行われている、これは税金の無駄じゃないかという事業は自然となくなっていくものでございます。そのためには、それをしっかりと監視できる議員がいる必要もありますが、何よりこれ国民の皆様が最近本当に関心をお持ちでございます。税金の使い道、本当に関心をお持ちでございます。今日本国民が払う税金非常に高くなってきております。国民負担率は 48%、もうすぐ半分、稼いだうちの半分が税金として取られている、そんな状況でございます。先日も岸田文雄内閣総理大臣、参議院の本会議で維新の会から5項5民、つまり半分取られていると、江戸時代のような5項5民の状態じゃないかと突っ込まれておりました。それに対して岸田総理答弁、いや5項5民は江戸時代、今は、しっかりと、負担はしてもらっているけど給付もしっかりしている、だから5項5民江戸時代とは違うと、そうおっしゃっておりましたが、その配ることについてやはり問題がある、不満があるからこそ景気が上がらない、しかも皆さんの給料が上がらないというものだと思います。そのためにしっかりと本当に配られているのが適切なのかどうか、それを調べるのが、事務事業評価票でございます。幸い板橋区、この事務事業評価票、それなりにしっかりしたものができております。皆さんもですね、この事務事業評価、皆さんの方でインターネット上で、検索することができます。最近ですと、Google で、板橋区事務事業評価と検索すれば出てきますし、最近はですね、もうこの事務事業評価票、私の、特に減税に関心のある皆様がもう積極的に調査をいただいておりますということで、Google で検索するよりもおそらく Twitter で事務事業評価板橋区と検索するとたくさん出てきます。板橋区もですね、実際に、事務事業評価票それぞれ検索といいますか調査されているツイートもたくさん出てきますので、何が言いたいかというと、板橋区議会議員の皆様にはですね、この事務事業評価票に従って、これで、税金使い道おかしいんじゃないかと国民の皆様がすでにね、ありがたいことに指定して調査いただいておりますので、それに従って、議会で質問していただければと思います。議会の、質問作り結構私も含めて大変な思いはしているんですけれど、その、議会で、質問の素材はもう、板橋区の事務事業評価にもうすでに転がって、ツイッター上にたくさん転がっておりますので、そこをですね、皆さんしっかりと調べて取り組んでいただけたらなと思います。先ほどもね、松浦花さん、花子さんですね、花子さん、やられて民間企業でね働かれていたということもありますし、今フリーランスという形でもなくですかね、働きながらですよね、民間企業で働かれているということで、やっぱり民間企業お金の使い道非常にしっかりしていると思います。しっかりしないと、倒産するわけなんですけれど、一方役所は、お金の使い道めちゃめちゃでも、倒産することがない、だからこそしっかりね、その監視をする必要があるわけで、そういうこと、そういう監視がしっかりできる人が、議会に行っていくべきだと思います。民間企業でね、しっかりと働かれていた、松浦花さん、しっかりと取り組まれることだと思いますので、私の方からもですね、自信を持って推薦できる候補で、ございますということで、先ほど区民税減税されると、それを、しっかりと提案されていくということでしたので、
まあ、私の、ね、申し上げたように、まあ、税金はもうとにかく余っているので、はい、下げることが十分可能でございますということで、まあね、今回松浦花子さん政策の方も、ね、しっかり考えておられますし、まあ、私の方からも、まあ、先ほどお話しさせていただいたように事務事業評価表をもとに、私の方からも、まあ、提案をさせていただきますので、まあ、ぜひですね、はい、板橋区議会に松浦花子さんを押し上げていただきたい切に、お願い申し上げまして私からの応援演説、とさせていただきます、どうもご清聴ありがとうございました。投票用紙には松浦花子、よろしくお願いします。参議院議員小和田聡先生の演説でございました。皆様お騒がせしております。ありがとうございます。松浦花子でございます。投票日の明日まででございます。皆様よろしくお願いいたします。松浦花子でございます。MC をしてくださったエミちゃん、そして河野孝俊参議院議員さん、ありがとうございました。よろしくありがとうございます。松浦花子でした。今から河野さんは写真撮影だったり、はい、握手等は大丈夫ですか？あ、じゃあ今から河野さんと握手や写真撮影されたい方は今からその場を設けますので、どうぞ写真撮影を握手されてください。どうぞ。はい、ありがとうございます。あ、坂田候補、ありがとうございます。頑張りましょう、一緒に頑張りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。現在写真撮影と握手会を行っております。どうぞ、あ、どうぞご参加ください。政党公認候補坂田玲子、では撮影の方終わります。どうもありがとうございました。